の変化を簡単に見れる形にしてきました。現世代記では、影や光の具合は作られた、絵として用意されたものだったんですけども、次世代記では夕日になると光がこぼれてきたり、日の高さや木の影が、伸びたり縮んだりとか、こういったことをですね、リアルタイムに計算して表現することが可能になっています。その発案になります。はい、そうですね。リアルだ。はい。